モンテガルドラリーでいうとそのモナコの裏山のチュリン峠的な、峠に今来てます。日本ですけれども、こういうところでこそこのウィッツ GRMN ターボの、シンクが発揮されるんですね。走り出してすぐ分かるのはボディが非常にこうしっかりしてて乗り心地も重厚です。もちろんガツンガツン跳ねたり突き上げたりしません。サスペンションは、まあ、形はノーマルと同じなんですけれどもスプリングダンパーブッシュの、チューニングによって非常に、スポーティーかつ快適に味付けがしてあります。味を演出している一つの要素がボディ補強なんですね。もともとウィッツはボディ剛性高いんですが、さらにこう主な骨格の継ぎ目に補強材を追加しただけじゃなくて、各部分のスポット溶接の箇所を増している。これ増し打ちといって非常に手間のかかる作業なんですが、そういう地味な作業を、全部施しているのが、まあ、トヨタの最近のスポーツモデルの特徴です。今峠左右にくねくね曲がってるカーブを曲がってますけども、ご覧いただいているようにハンドルの操作量少ないと思うんですよ。これはハンドルを切り込んだと同時に、フロントからの、確実なグリップ感スパッと時間差ゼロで返ってくる。とても FF スポーツとしては大切な要素ですよね。でそこで痛感するのは、実はノーマルのウィッツベースになったウィッツ自体が非常に余裕のある設計だ、レベルの高い設計だということなんですね。もう一つはこの、ギアシフトなんですけども、この短いシフトレバーによってシフトストロップが短くなっていて、こういうふうに、非常に、スパッと、シフトできるのは非常に快感です。だけどもこのブレーキペダルとアクセルペダルの間を少し近づけてヒール&トーをやりやすくしたと、いうのは事実ではあるんだけども、本当にやりやすいかというと、ちょっともうちょっと欲張りたいなという気がしないでもない。やっぱりアクセルペダルの位置が高いんで、ブレーキをつま先で踏みながらこういう風にかかとでアクセルを吹かすとなると、一瞬足を真横にする近くまでねじらないとならないんで、ちょっと、姿勢が苦しくなります。エンジンは6500回転のレグリミッターが効くまで本当によどみなくビョーンと吹き上がりますし、非常にパワフルです。ですが実際には、中速のトルクで、特にこういう山道峠では踏んでグッとくるトルク、これが一番ものを言います。それがとってもなだらかに出てますね。それでこういうヘアピンから今2速ですけれども、ギュッと立ち上がるとき、パワフルな FF スポーツだとどうしてもフロントの内側がホイールスピンしたりして、加速しにくくなるし、あるいはアンダーステアが、ね、強く出てしまうこともあるけれども、これはこのように全くそういうことがありません。フロントの内側の荷重が抜けかかって、もしかしたらホイールスピンするかもしれない方に自動的に軽くブレーキをかけて抑えるんですね。まあ、ブレーキによる VSC トラクションコントロール兼、リミテッドスリップデフとも言えますが、このトヨタ自慢の VSC を特にこの車専用に細かくチューニングし直した結果の非常にハイレベルな仕事が分かるところですね。久しぶりにデートした、トヨタウィッツ GRMN ターボ、どうでしょう、皆さんどんな感じでしたか。欲しくなっちゃったんじゃないでしょうか。こう気取ったスポーツカーよりも、なんか、こんな車こんなにキビキビよく走るのか、豪快に行くのか、この意外性、新鮮さ、ちょっと捨てがたいものがあります。ただその上で残念と言っていいでしょうか。このウィッツ GRMN ターボ、2013年に発売された途端に、すごい人気が殺到したんです。実は200台のみの限定生産なんで、もう売り切れちゃっててこれから買えないんですよね。ノーマルのウィッツ RS に対して約100万円高いけれども、それでもまあ頑張れば手の届かない車じゃない。願わくば台数制限とか期間制限じゃなくて普通にカタログに載ってくれるように願いたいですね。